全員いるな。怪我はねえみてえだな。爆発が派手すぎねえか。爆弾はレシピ通りに作ったはず。でも気化した魔法が反応してるのかも。これは町まで行っちまったかもな。町より星だろ。星の命ちょっとは伸びたかな。そうじゃないと困る。さあ外に出よう。ここ八番街でしょ。まだ先っす。よし先導してくれ。了解っす。あちこち漏電してるっすよ。気をつけて。ああ、鉄臭い、錆臭い。新鮮な空気かも。こういうところに来ると後ろに何かアイテムが。この鼻腔を切り裂く酸っぱい匂いはなんだ。俺か。変な汗いっぱいかいたからな。ボン道ということはここを先に進めばミッドガル八番街に出れる。リメイクされた八番街に。腹まで揺れたっす。爆発止まらねえな。潰されちまう前に出るぞ。魔法濃度、触媒、まさか火薬？ジェシー、後にしようぜ。はあ、お腹がグーグー鳴いちゃって。アジトまで我慢してろ。次はお弁当持ってこなくちゃ。ウェッジ、まだ？もう少しっす。ポーション。あの辺りから出るのがいいっす。じゃ、爆弾仕掛けるから離れて。待ってろよ、マリン。待ってろ、シャワー。セット完了。開いてる開いてる。邪魔者はコッパの陣。さあ行こう。緊急事態発生。緊急事態発生。こちらはジンダカンパニー危機対策本部です。一番魔航路が何者かの攻撃を受け爆破されました。現在も断続的な爆発があり火災が発生しています。一番街および八番街は警戒区域に指定されました。この辺りは建物の倒壊の恐れがあり瓦礫やガラスが落下する危険があります。8番街に予想以上。こりゃいくらなんでもやりすぎっすね。今さら何を。ああその通り。俺たちはこの先も、もっともっと魔法炉をぶっ壊す。星の命を救うためにな。だよな。覚悟を決めて始めたことだ。まだ始まったばかりっす。俺たちの活動は、星を救う。そのために必要な犠牲は払う。ああ、星だけじゃねえ。お前らの悲鳴が聞こえるぜ。上等だ。全部俺が背負ってやる。不安、疑問、悩み事、それから報酬もまとめて俺に追っかぶせろ。で、リーダーどうするよ。計画通りだ。全力で逃げる。今はこのままプレートの下を目指すんだっけな。
で、まあこの爆発はまあもちろん爆弾は仕掛けたことに間違いはないんだけど、そこにマシンらが自作自演をかけていると。8番街ステーションから最終に乗り込む。一旦ばらけて貨物車に集合だ。じゃあ後で。お、ちょっとビルが見える。あ、早くビルに入りて。おい、約束の金は。アジトに帰るためにさっき先行った。はい、メインストーリー8番街駅を目指す。トントン、これソルジャーならわかるよね。回復マテリア、当然だ。あげる、助けてもらったお礼。仕事のうちだ、礼はいらない。いいからいいから、おかげで今私はここにいる。生き延びるのは運がいいやつか強いやつだ。あんたがどっちかは知らないけど。しみる。これはもらっておく。使い方は知ってるよね。俺を何だと思ってる。ソルジャーだぞ、元ソルジャーだぞ。マテリアエクイプメント、チュートリ、まあまあ見ようか、チュートリアル。はい、マテリアの装着、なんでひらがななんだろう。回復、あ、元もひらがなだったかな。で、マテリアを育てていけば魔法の属性がどんどん進化していくと。で、合ってるかな、うん、多分合ってる。で、武器とかを変えていけばどんどんこのマテリアを装備できるスロットが増えていくはず、うん、っていうかクラウドもう体力1000超えてんのか。倒れる前にちゃんと使ってね。じゃ、貨物車で。召喚マテリア、ん？召喚マテリアといえば、ここ、うん、これはね、予約特典の、ダウンロード版予約特典だっけな、の、カーバンクル。つけとこう、とりあえず。で、もう、大惨事だよ。後ろはいけない。いや。あ、ごめんなさい。いや、ひでえやつらだな、アバランチ。シンラがやったんだけど。クラウド、こっち。上を見て。ここ崩れやすいから気をつけて。登るのはそこの階段からね。了解。いや。ちょっともうちょっとカメラ広げてみようかな。多分オプションがあるはず。OK。フィールドを一番広いカメラ視野にして、バトルもちょっと数値を1引いて。これでもうちょっと広くなったかな。よし、フィールドはね、周りを見渡せて損することはない。こっちか。おお、ああ、危ないよ。何、何なの。こう登る。登れなかった。オリジナル版もね、瓦礫の散乱具合はすごかったけど、そのおかげでどこに進めばいいのかよく分かんなくなったんだよね。インターナショナル版では矢印が置かれて目的地が分かりやすくなったんだけど。駅は無事か。立派な駅。ああ、
登場が早い。まさか、どうして。謎の男、誰だあいつは。何ロスなんだあいつは。金髪の男、なんかあの村に似てるな。そういう階層になってる。嘘だ。走れない。急にホラー感が。ありえない。あんたは死んだ。俺がこの手で。もちろん覚えていると。我々の大切な思い出だからな。さてクラウド、お前に頼みがある。この星が死のうとしている。悲鳴も上げず、静かにゆっくりと私たちの星が消えてしまうのだ、クラウド。星が死ねば、このあでやかに燃えるお前の故郷が消えてしまう。息子だけは助けてくれと泣きついた女の声、切り捨てた時の感触さえ消えてしまうのだ。我々をつなぐ絆の喪失は、私自身の死よりも耐え難い。なあクラウド、力を貸してくれ。何、簡単なことだ。クラウド、走るんだ。逃げて、生き延びて。ふざけんな。いいぞ、それでいい。私を忘れるな。幻覚か。魔法に近づきすぎたな。さあ、行くぞ。迂回路を進む。幻覚がそれだけで済むかな。こんな早々に名前言っていいのかな。銀髪の人って呼んでおくか。まだ今どっちから来たんだ。こっちから来たのか。あの銀髪の人ね、ちょっと一人称が安定していなくてね、別の作品では自分のこと俺って言ったりするんだけど、リメイクでは私って呼ぶのかな。いや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 、こっちか。あ、会話を。そこの路地を戻れば駅に抜けられるんだけど、ちょっと危険なんだよね。絶対に戻るべきよ。はい。列車はまだ動いてる。繰り返します。お、子供。また魔法炉の爆発に伴う大きな揺れの影響で火
バケツが転がった。この辺りは周りがどうなってんのか。あれか、一番マコーロ。あんなちっちゃいね、爆弾でね、こんなね、こんなことになるわけがない。予想以上か。こっちでいいかな。家の中は入れないか。あー、車が。駅がダメならどこに逃げんだよ。持ち主かな。ラブレスアベニュー、ラブレス通りだ。どっかにラブレスの文字が貼られてるお店があったはずだけど。兵士がいる。マップはメニューからでは出せないのかな。こっちか。はい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 。プレート内部、さっき取ってきたところだ。おっと、あそこに誰かいるな。ちょっと先に。いつか不審者を見逃すな。こっちも手配済みか。いけないと。私は不審者だからやめておこう。向こうに誰かいる。誰も守れない。自分さえもな。大丈夫？大丈夫？あ、お花どうぞ。お花？うん、お礼。追い払って助けてくれた。何の話だ。じゃあ出会いを記念して。面倒だな。聞こえてますけど。え、どっちも不愛想。いくらだ。値段は相手見て決めるの。あなたはただでいいや。え？花言葉は再会。警告しておこう。俺は強いぞ。うん、そんな感じするよ。脅しには屈しない。ああ、怖いお兄さん脅しに来るとか警戒してる？ないない、そういう心配しなくていいから。マコーロが爆発したんだ。あんたも今夜は店じまいして。助けて。
面に置け。ゆっくり。あ、お花つけたまんま。なんだっけ、あのディメンターみたいなやつ。お、BGM が原曲みたい。消えろ。終わったな。あ、ちょっとカメラが引かれて戦いやすい。こっちから来たもんな。で、これラブレスの建物だ。おお。オープニングこっちからエアリスが来てたもんね。ひょっとして結構広い。奥に何かある。こっちはいけない。あとまだ兵士がいるぞ。王国の男を発見。増援も取る。繰り返し。あ、グレラン。仕上げだ。オッケー。当然の結果だ。マテリアかな。回避切り。異常なし。ガードハンドだ。ガードハンドは硬いから先に警備兵から。消えろ。オッケー。当たってない。引き直す。これで集中して。こうだ。あっかん。高速攻撃。バスト止め。カーブ。行け。覚悟はいいか。不発。オッケー。追い打ちだ。仕上げだ。あとアビリティの存在を完全に忘れていた。オッケー。終わったな。で、ケアルが使えるから自己回復でしょ。マテリアを見てみよう。マテリアも育てないとね。回避切り。ほう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 。あ、回避直後の戦うが範囲攻撃になります。良さそう。良い。使う。で、今これはキー止まりかな。戦闘でこっちの方向に進んでしまった。